蒔絵師の長野さんに今から蒔絵をしていただきます。地震は起こってなかったんですか。はい、地震、地震でしょう、うん、よかったです。どうもなかったですか。はい、どうもありませんでした、おかげさまで。やっぱりどかところよ、ところによってね、ところによってね、うちの区域の方はね、こっちになんかちょっと西の方なんですよ、うん、そこでなかったですね、うんうん、なんか4分の3か4ぐらいと思ったんですよ、うん、地震が、うん、4分ですね、3だったかな、カタカタカタ、やっぱり余震が、うん、油断なりません、うん、いろいろ書いてるメガネも見えない。大変ですよね。大変大変。私寝てると寝るからね。ああ綺麗ですね。そんなことしますか。はい、今がし筋トレ終わりますからね。見事ですね、あの桜の光って光ってますね、まあ、本当にありがとうございます。